将軍、炎術に援軍を頼まれよ。炎術は淮南におり、将軍が再び縁組を結びたいと持ちかければ。いかにも。もし炎術の援軍が来たれば、我らもこうして挟み撃ちにするのです。曹操は必ず敗れます。誰だ？あなた。教師か？王海か？あなた。知らせは来たか？出て随分経つのに何の知らせもよこさぬ。行きません。巨子と王冠が城を出て行ってからはため息をついてばかりで、お酒で気を紛らわせていらっしゃる。この妻には何一つお話にならない。そのようなお姿を見ると私はもう悲しゅうございます。わしがそなたに言わんの、家臣たちが言うなと申すからなのじゃ。何よ。この前巨子と王海が参ってな、炎術は淮南に大きな勢力を持っておるゆえ、炎術に援軍を頼むしかないというのだ。かつて娘を嫁にやる話もあったからと申してな。そんな。もし炎術の援軍が来たれば、それに呼応し曹操を挟み撃ちにする明暗だと思ったのだ。そのような大事を私に相談もなくお決めになるとは。将軍、巨子と王海が受春より戻りました。ほう。将軍、将軍、どうした。はあ、それが支援術に会い書簡を差し出しましたところ、炎術は将軍が使者を殺し縁組を保護にしたのに、なぜまたこの剣を持ち出したのかと不信感をあらわにいたしておりました。その上曹操軍に包囲され可否が危うくなったので、娘を差し出すのだろうと言い、今度は娘をもらってからでなくては援軍は出せぬと、そう申しました。どうやって娘を送れと。曹操は城を四方から囲み、もし長領そして高順の二人の将軍が劉備の陣を破らねば、我らは受春にはつけなかったでしょう。また戻れたのも覚悟将軍の功。しかし覚悟は張飛に捕らえられ、炎術へ援軍を求めたことは今や曹操の知るところ。この上は、この上はどうする。将軍自らご息女を送られよ。他の者では包囲を破れませぬ。なんと、それではミスミス。では今すぐ出るか。どうだ、どう思う。それは今日は日が悪いゆえいけません。明日がよろしい。明日の晩に立たれてはいかがかと。よし、明日の晩出立する。
様のご命令だ。逃がすな。それ父泣くな泣くな。父上、これはダメだ。引き返そう。